フアン・バウティスタ・プラーサ・アルフォンソは、ベネズエラの作曲家。プラーサは最初ベネズエラ中央大学で医学を学んでいたが、音楽に専念するため、退学した。音楽の最初の師は、ヘス・マリア・スアレスだった。1920年から1923年にかけて、ローマで学び、そこで、サグラダ作曲教授の肩書きを得た。ベネズエラに戻って、カラカス大聖堂礼拝堂のマスターに任命され、1948年までその職を続けた。カラカス高等音楽学校では音楽史を教え、作曲家アントニオ・ラウロや歌手モレイラ・ムニョスの才能を見出した。フアン・バウティスタ・プラーサの代表曲には以下のものがある。さらにプラーサは宗教音楽も書いていて次のようなものがある。ピアノ曲では次のようなものがある。ベネズエラ国立図書館には、フアン・バウティスタ・プラーサを記念して、その名前を付けられた部屋がある。ありがとうございます。